はい、皆さん、こんにちは。私もだいぶのリハビリが効いてきましてね。今日はですね、リクエストが、大変多ございました。麻婆豆腐。皆さんね、麻婆豆腐大好きですね。僕も麻婆豆腐、あまり辛いのはね、苦手なんですけど、陳建一さん、ね、私が尊敬する料理人の一人ですけど、よく、陳さんのとこ行ってね、まあ、陳さんというか、陳さんのお父さんもね、この麻婆豆腐を、まあ、日本人に広めたと、挑戦したいと思います。では、材料です。今日は4人前用意いたしました。木綿豆腐ね。陳さんは確かね、絹ごし使うのかな。あとニラ。そして、豚のひき肉。そして、ね、調味料ね、皆さんこれね、僕も手に入りますので、まずニンニクのみじん切りを切っております。そして、甜麺醤。豆板醤、豆豉、そして粉唐辛子。これは小さじ1杯用意してるんですが、お好みで辛くしたければ多くすればいいし、ちょっとやったらこれ半分にすればいい。お酒。まあ、これ紹興酒ですけども、なければ日本酒でも結構だと思います。できれば紹興酒。ね、お醤油といえばキッコーマン。塩コショウ。水 200cc。水溶き片栗粉大さじ2杯です。粉大さじ1に、水大さじ1でございます。そして、花椒粉。ね、この花椒粉ピリッとしております。そして、ラー油。これもお好みで、合わせてください。まず、お豆腐をね、まあ、大体こんな感じですね。こうやって、あら、ちょっと。こんなもんですかね。あ、じゃあもう、あ、ちょっとこれ、こっちは見ないでください。大体こんなもんですかね。ね、こんなもんで。はい、お豆腐を切っておきます。そうしましたら、次はニラですね。芯が太いですからね。芯の方をちょっと細めに切ってあげて、これ最初にね、炒めます。このぐらいですね。よいしょ。はい、最初にカットしておきます。まずですね、お豆腐をですね、ちょうど大体塩分が1%ぐらいですね。1%ぐらいの、一度沸騰させましたら、これね、結構ね、ポイントなんですよね。陳さんもしてましたんですけども、はい、皆さん、一度ね、お湯を沸騰しましたら、そこにこのお豆腐を入れて、また一度沸騰させてください。そうするとですね、水分が抜けて、炒めた時に崩れづらいんです。これ結構ポイントですから、一回沸騰しましたら、沸騰したお湯にね、必ずね、沸騰したお湯に入れて、沸騰したら火を止めて、そのままの状態にしておきます。はいね、沸騰、これ皆さん、これ必ずですね、これ最大のポイントですから、これ必ず皆さんやってください。はい、沸騰してきました。沸騰してきましたら、そのまま火を止めて、水をすぐ切っちゃうとくっついちゃうので、このまんまの状態ギリギリにしておきます。これポイントです。これを混ぜておいてください。甜麺醤、豆板醤、そして豆豉、これは唐辛子。これをね、お好みで、ピリッと、もう少しピリ辛がお好きな方はもう少し増やして、まあ、小さじ1杯ぐらい、こうやってね、混ぜておいていただけると、後で混ざりやすいので。はい、こうやって混ぜておきます。はい、それではですね、豚肉を、これ油を使わないで、この豚肉の油を利用して、はい、ここでこれをね、これも第2ポイント、カリッカリになるまで焼き上げます。よくこうやってね、ほぐしてあげて、
皆さんのご家庭のコンロと一緒なんですけど、あのご家庭のねコンロを使う時のコツはですね、こう炒め物とかない事前にあの空焼きして温めておくっていうのがポイントです。そうするとほぼほぼあの我々プロ仕様の、なんていうんですか、あの熱さと同じような、あの僕なんかもよくね NHK でやるんですけど、 NHK も全く皆さんのご家庭のと同じコンロですから、こうやってパンをですね熱くしとくんです。そうするとほぼほぼプロの仕様と一緒ですね。ちょっとあの透明になるまで炒めます。はい、皆さん見てくださいね、こうね、こう焼き色がついて、そうしましたら火を弱火にして先ほどの合わせた第一調味料、これあのなるべく焦がさないようにしてください。はい、これ、中火にします。これね強火ですとね焦げちゃいますので、ここでよく合わせてください。丁寧に焼いて香りを出してください。はい、まんべんなく混ざりましたら、これね、あの第一調味料をよくここでこうやってあの香り炒めると香りが出ますので、これがポイントで、第三のポイントです。はい、よく混ざりましたらここで分量のお水を入れます。ギューッとね、そして強火にしてください。これあのちょっとね皆さんこうダマみたいなのをこうやって潰してよく溶かしてください。はい、皆さんねよく沸騰して、ここであのはい、お豆腐もよく水切って、はい、この中によいしょ入れます。よく沸騰させてください。はい、よく沸きましたら、まず紹興酒、お醤油、はい、花椒粉ね、ピリッと、そしてニラを入れてください。ニラはあの先にあの芯の方からちょっと入れていただいて、お豆腐も形をねキープして、はい、芯の方を先にね煮ましたら、あとはニラをニラニラって入れます。はい、ここでちょっと中火にしましょう。そして塩コショウを軽くします。黒いコショウですね。今ね皆さん中火にしました。そうしましたら一度火を止めましょう。一度火を止めて、皆さんねここで大トラブル発見です。ニンニクを入れるの忘れました。ニンニクはねあの第一調味料の中にあの一緒に入れてください。ちょっと失礼します。分量の水で溶いた片栗粉を少しずつね、まんべんなくです、まんべんなく入れ、はい、はい、全部入りました。そうしましたら、強火で最後とろみをつけて、よく豆腐ね、なるだけ豆腐をあの触らないようにして、はい、これでとろみがつきます。片栗粉は完全に火が通っております。はい、ラー油これ好みですね。最後僕ラー油大好きなんでちょっと多めに、はい、そしたら盛り付けましょう。ちょっと一回ね、うわ、いい感じでございます。
くよ。はい、それでは盛り付けます。よいしょ。いい感じでございます。で、どうだ、新規読みの麻婆豆腐出来上がりです。どうぞ。美味しそうです。はい、皆さんどうですか。いい色じゃないですか。おお、辛そう。じゃあいただきます。ふふふふふ、もぐ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 。うん、ピリッと辛くて僕にはちょうどいい辛さですね。豆腐も効いてますね。コクが出るというか、僕はこのぐらいで物足りない人は粉唐辛子を増やしてもいいですね。今日合わすワインはイタリアでございます。イタリア、エミリア、ロマーニア地方です。発泡、微発泡の甘口ワインです。ランブルスコドルチェ、甘みの発泡酒でございます。ああ、いちごの香りがほんのりしますね。陳さんにはかなわないですが、ダブルグーです。ぜひ夕飯の一品に入れてください。グーです。いい色じゃないですか。おお、辛そう。じゃあいただきます。ふふふふふ。もぐ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 。皆さんね、ちょっと変だと思うでしょ。あのうちのね、若いカメラマンがね、音声ここだけ抜けてましてね、アテレコで、ちょっとやってみました。ね、これもなかなかいい味だと思います。まあ、あの聞きづらいんですけど、勘弁してください。グーです。